新型コロナウイルスの感染拡大の影響でマスク不足が社会問題となる中、サッカー J2 のジュビロ磐田が今日、地元磐田市にマスク5000枚を寄付しました。皆さんの健康のために買ってください。本当にありがとうございます。もう手に届かる手が出るぐらい、欲しい一つの備蓄品でものですから、はい、大事に使わせていただきます。よろしくお願いします。今日はジュビロの運営会社の小野勝社長が磐田市役所を訪れ、渡辺治市長にマスク5000枚を手渡しました。このマスクは2009年に新型インフルエンザが流行したときにジュビロがスタッフ用に備蓄した1万枚のうちの半分です。地元チームからの支援に渡辺市長は、助かります、大事に使いますと感謝の言葉を述べました。試合の運営のためにも使うんですが、極力出せる範疇で、お出しして、磐田市の皆さんの健康を守るために使っていただきたいと思って、市役所に寄贈させていただきました。